皆さんこんにちは、こじこじです。最近僕ハイブリッドな真空管にハマっていまして、ツイッターの方を調べたところ、ハイブリッドな、ね、真空管アンプの基板をね頒布されてる方がいまして、はい、今回ね譲っていただきました。こちらですね。今回はこちら組み立てていきたいと思います。今回使用する部品はこんな感じです。部品点数自体はねそんなに多くなく、秋葉原のね電子パーツ屋さんに行けばねどれも揃うね部品ばかりです。それではね早速組み立てていきたいと思います。それでは抵抗の方このようにね載せました。早速ねハンダ付けしていきたいと思います。抵抗のハンダ付けが終わったので、はい、今度はねイヤホンジャックの部分や、はい、IC のねソケット部分ハンダ付けしていきたいと思います。続いてこの辺ね実装していきたいと思います。ということでね、こんな感じに仕上がってきました。続いてこちら真空管のねソケットつけていきたいと思います。かなりね完成に近づいてきました。部品もねもう少なくなってきました。はい、続いてねコンデンサー乗せていきたいと思います。こちら電解コンデンサーなんですけども、はい、こちらの電解コンデンサーオーディオ用のねちょっと高級なものを買ってみました。もうね部品点数も残り1つ、最後の3端子レギュレーター実装していきたいと思います。はい、やっぱりねここまでね基板できててお膳立てされてるとねすっごい楽しいですよね。電子工作っていつもはねあのユニバーサル基板使ってすげえ配線とかなんかもうヒーヒー言いながら作ってるんですけども、こういった感じもねまた楽しいですね。久しぶりにこの楽しさをね思い出した感じですね。はい、ということでねついに完成しました。こんな感じですね。結構ねやっぱりあのもう基板がね作られているということで、かなり部品乗っけただけでもかっこいいですね。うん、いい。やっぱり自分で作ったのと違う音をね楽しめるということでかなり気になります。ということで今回はインターネット上で頒布されていたハイブリッドな真空管アンプのプリント基板を組み立ててみました。前回ね作ったアクリルのケースをつけてこのような感じでねできました。個人的にかなりねかっこよくできて、はい、大満足の仕上がりです。普段ね僕あのユニバーサル基板にねゴリゴリね配線してハンダ付けしてイライラしながらね作っているんですけども、たまにはねこういったプリント基板でねこうゆったりまったりねハンダ付けするのもね楽しいですね。またねプリント基板ということですっごくねコンパクトに収まってねいいですね。今回譲っていただいたプリント基板、送料手数料込みで1000円ぐらい、また各種パーツ秋葉原をね巡って1600円ぐらいで集めてきました。ケースとね真空管の値段入っていないんですけども、ケースはねちょっとケチって塩ビ板使って45cm×30cm でね400円しない感じなので、はい、このサイズだとねそんなに値段かかっていないと思います。また真空管も互換性のちょっと怪しい感じのをね買っているので、中古でね買っているので合計で3500円しない感じでね仕上がりました。今回ね譲っていただいたね、サイトの方をねあの説明欄に書いておきますので、もしもね同じものを作りたい方いましたらぜひねご覧になってはいかがでしょうか。次回ねあのこちら音の方を確認していきたいと思います。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。